ボータンと申します。ご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価していただけると、嬉しいです。視聴者様からのリクエストで、初見で、毛利元就誓いの三士をプレイします。出陣武将と装備、道具の一覧は、概要欄もご確認ください。位置へ移動し屈指に話すと、アイテムを入手。左下の町民に話すと、アイテムを入手。しかも、職人の津田が仲間になります。初めての大砲の職人です。仲間も、早く砲兵が欲しい。この町民は、次の戦闘マップでの宝のヒントをくれます。倉庫へ移動。右下の兵法家に話すと、アイテムを入手。演習所へ移動。兵士に話して、軽く鍛えておくを選びます。武芸者が現れて手合わせをすることで、経験値が3上がります。武家移動。酒場移動。民家へ移動。寺院へ移動。初めて、この僧侶のセリフを聞いたときは、元就と息子たちの話をしてるのかと思いました。吉田郡山を出てたか山へ移動。倉庫へ移動。位置へ移動。この僧侶は、今回も運気を上げてくれません。鉄砲職人のちくまに話しかけると仲間になります。毛利といえば弓と水軍のイメージなので、誰が鉄砲兵や砲兵になるか楽しみです。そういえば、今のところ弓が目立ってません。この老人は、今回の戦闘マップの宝の場所を教えてくれます。真ん中の青い町民に話すとクイズを出されます。三人のうち、誰が嘘をついてるかを当てます。正解するとアイテムを入手。
民家で老人に話すとアイテムを入手。吉田郡山へ戻ります。一旦セーブ。セーブしたところから再開。ストーリーを進めます。話題は大内との結婚や内情が多いです。口話に話すと元春についていく家臣を誰にするか問われます。忍者の関と連絡を取れる人が良いと立候補します。武断派の元春には情報が得意な口話はうってつけですね。今へ移動。元春に話すと、高本が道に迷った話になります。暗黒寺のことは、まだ内緒みたいです。高本に、大内の養女との縁談が決まったことを告げます。実は、最初、養女を養女と変換ミスして焦りました。高本が危ない人になるところでした。結婚はトントン拍子に進み、長らく、主のいなかった武家に住むことになりました。待ち望んでいた次女も喜んでるでしょう。ついに、毛利両線体制が完成。毛利両線は、言葉の響きが好きです。竹にも変化が起きるようです。まずは信長と家康。前回の話の信長と家康にはがっかりしたのですが、今回のやりとりは信長らしさが出て、信長の言葉を受け止める家康もとてもいいです。もし家康が織田家に騙されて連れ去られなかったら、子供時代の出会いはなかったわけで、歴史も大きく変わったのでしょうか。今後も信長と家康の動向が見たいです。場面は雨声。雨子は新宮島が山賊みたいになって困ってます。場面は大内へ。相変わらず激おこの末。ついに当主の吉高を討つことを決意。このメンバーでは杉だけが必死に監視。武断派の暴走は止めれません。弘中は忍者に杉が裏切るなら暗殺を命令。杉は大慌てで吉高のもとへ。しかし
杉那須への謀反を伝えても吉高は信じません。杉も吉高を愚昧とまで言う始末。それでも杉は吉高を守ろうと相良のもとへ。しかし弘中の忍者衆が杉を亡き者にしてしまいます。杉はすえらしくない展開に驚いてます。今回の返事で一番かわいそうなのは杉だと思います。大内義高の家が本能寺みたいになってます。冷泉が義高に謀反が起きたことを報告。大内義高が自刃しました。大内バージョンの本能寺の変は成功。末が杉の不在を不審に思うと弘中が暗殺したと事後報告。弘中は杉の裏切りを熱弁。末は仕方なく杉の件を黙認し、話を次期当主に変えます。大友から義高の甥を大内の新しい当主に迎えることに。大内義高の姉の結婚相手が大友義明だったのですね。場面は毛利家。関ヶ末の謀反の件を報告。早速、末からの使者が到着。末は、元就に、秋の敵対勢力を攻略するように命令。指示は、今の時点では、末に勝てないと言います。高本は末と交流があったためか末を擁護気味です。元就は謀反に納得してないですが、命令に従い出陣。高本の新居となった武器に移動。この侍女の技とは何でしょうか。良いアイテムをくれたりもしたので、気になります。高本の妻に義高が討ち取られたことを告げます。高本の妻は凛々しいですね。どんな未来をたどるのでしょうか。高本の妻はまだ名前も出ませんが、仏道具足を高本に渡してほしいと頼まれます。現時点では最強の鎧なので元就に装備させたいですが、ちゃんと高本に装備させます。当主が兄と甥と二人続けて創生した家なので、次女が悪い人ではないことを祈ります。これから元春の居城の小倉山にも行けるようになります。第二話で吉川家を訪ねて以来の懐かしい城です。元春も末の謀反を指示。同じ武断派なので共感できるのかもしれません。市へ移動。また錬金で買える材料が増えました。この町民は賭け事を仕掛けてきます。何度もやったのですが絶対に勝てません。詐欺師です。
宇賀島に話すと、第2話で薬で助けた子供でした。薬師職人に成長した宇賀島が仲間になります。薬師に話すと、薬の調合の研究にお金が足りないので、お金を貸してほしいと頼まれます。金100を貸します。昼間の位置に、堂々と忍者がいます。口輪は大丈夫でしょうか。ロードして、何度も詐欺師に騙されてみます。酒場へ移動。老人に話すとアイテムを入手。民家へ移動。女性が泣いてます。5年前に郡山の寺院に一人息子を置き去りにしたことを後悔して泣いてることが分かりました。元就が女性の代わりに息子を訪ねることに。元春の顔を見たので、高影の顔も見たくなりました。吉田郡山へ戻ります。寺院へ移動し、男の子に話します。男の子は母親が会いたがってると知り嬉しそう。男の子は母親の元へ向かいます。このイベントの後で僧侶の話を聞くと、この親子の話をしてたのかと感動しました。小倉山へ向かい、民家へ移動。男の子はちゃんと戻っていて、元就の運気が3上がります。吉田郡山へ戻ります。そろそろ全部の民に話すのが大変になってきました。この時点の職人を全員集めたので、工房で職人レベルを上げます。一旦セーブ。まずは刀職人。クラスアップ用のアイテムも作れるようになったので、いくつか作っておきます。舞台にもよりますが、5から10個作っておけば足りそうです。安い武器を作ってレベルを28まで上げます。クラスアップのアイテムは総大将と二打対応が作れます。目標のレベル28になりました。影秀という武器は攻撃力が高く、攻撃範囲も広いです。作成できるので斎藤に装備させます。次は槍のクラスアップのアイテムを作ります。槍騎馬と槍兵のクラスアップアイテムが作れます。次は弓。弓騎馬と弓隊のクラスアップのアイテムが作れます。鉄砲は職人が1人になったのでレベルを4まで上げます。
法も、職人が一人になったので、レベルを4まで上げます。鉄砲と大砲は、まだ装備できる仲間がいません。次は忍び。忍者とくの一がクラスアップできるアイテムが作れます。材料が購入できないですが、材料すべてを購入可能で作れるので、実質的には無限に作れます。薬も職人が一人増えたのでレベルを4上げます。喉から手が出るほど欲しい。不動破砕薬と着付け薬はまだ作れません。まだ不動と混乱の回復は運頼みになります。購入可能な材料が増えて、回復薬、松と回復酒、松が作れるようになりました。今後は耐久と技能の回復はこの2つの松の薬で行います。回復酒、松は1つ金577もかかります。100個作ると金5万7000です。動画には映してませんが、何度も錬金を繰り返し金稼ぎをしてます。コントローラーを連射に変えると少しは作業が楽ですが、このゲームの金策は大変です。武将の装備と道具を整えます。回復薬の変更が大変です。回復薬、松と回復酒、松を全員に渡します。ユニットによってどちらのアイテムを多く持たせるかは決めてます。最終的な持ち物は概要欄に記載しますので、よろしければご覧ください。道具を変更してる間に気づいたのですが、ニダの安藤はレベル20を超えてるのでクラスアップできます。多分クラスアップのアイテムは戦闘中でないと使えないので、持ち物枠を一つ潰して持たせます。機械武将もアイテムを更新します。理由は特になくて、全員一緒の方がパッと見てわかりやすいからです。斎藤に影秀を装備。移動が低いので目立ちませんが、特技が強いです。前回の戦闘で仲間になった野尻には、他の忍者と同じ装備と道具を渡します。忍者系と軍滅系と二川後方で、
機能を使うことが多いので、回復種、松を多めに持たせます。それ以外の部隊は、前衛で敵と戦って、耐久が減りやすいので回復薬、松を、多めに持たせます。これで、全員の装備と道具を整えました。安藤にクラスアップのアイテムを持たせてることを確認。心配性なので何度か確認を繰り返しました。全員の回復アイテムが松になってるので確認しやすいです。最終的には複数回復ができるアイテムへ変えると思います。演習所へ移動。一旦セーブ。まずは飯田で6人抜きします。視聴者様から教わった通り、手動で直接攻撃することで取得経験値を抑えます。混乱にかかりました。早く治ってくれ。残り5ターンで回復。よかった。6人抜きできました。書三略を入手。これは知略が30上がります。書三略は高影に持たせます。回復アイテムをこれ以上減らしたくないので、風神像と入れ替えます。風神像は筋へ持たせます。ここからは、主力の武将のレベルを上げます。視聴者様から、最初は直接攻撃で攻撃し、とどめを刺す時に特技を使うと良いと教わったのですが、特技を使うタイミングが難しい。直接攻撃で倒してしまいました。忍者は経験値が2倍になる特技も使いたかったのですが、まあ仕方なし。斎藤の舞の太刀は、信長伝では、蒲生が猛威を振るいました。今回の演習所のレベル上限は12です。しばらくレベル上げが続きます。
こういう残り耐久が、トナと特技を使えば良いと分かりやすいです。残った5人は6人抜きのメンバーなので、レベル上げません。これで出陣準備が終わりました。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。